はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の理科化合する物質の割合基本編をお送りします。で、前回の動画でね、みんなには質量保存の法則を覚えてもらいました。で、ここではちょっとね、また話が変わって化合する物質の割合、つまり比についてやっていきます。で、ポイントの中に比は集めました。で、ここはものすごく大事でめっちゃ使えます。ただし今回は基本編が内容なので、この比を使った問題はこの次の計算編に持ってきます。でもね、先に覚えてほしいんでポイントに入れたけどね。では問題が1番から14番までありますので、できそうな子はね、動画を止めてやってみてください。で、俺の方は早速説明を始めていきますので、ちょっとね、自信のない子は一度聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、割合をやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあまずポイントからいくんだけど、ちょっと復習が入ります。いい？銅と酸素ね、を化合させると何ができるってやつだね。まずこれはいいでしょう。あ、ごめん、ちょっと字が変になっちゃった。できるの酸化銅だよね。で、酸化銅ができるんですけど、このね、質量の比って言って、じゃあ銅と酸素ってどのぐらいの割合でくっつくのっていうのが決まってる、この銅と酸素の時は。で、まずいきます。銅と酸素は4対1です、比率が。つまり酸素が 1g の時だったら銅は 4g になるの。酸素が 10g だったら銅は 40g だよっていう、この4対1を覚えてください。で、この2つを覚えてたらここはいけます。だってこれくっつけたものが酸化銅だから、足して5だよね。だから4対1対5っていう比率ができます。いいかい。これがまず酸化銅の方。そしてもう1個あります。マグネシウム、噛んだね、マグネシウムと酸素です。これくっつけると酸化マグネシウムができるよね。あ、ちょっと青が薄いな、これちょっとはみ出るね。酸化マグネシウムです。で、この比も決まってます。いくよ。これね、マグネシウムが3、酸素が2です。3対2で足すとまたここ5だね。この銅が4対1、そしてマグネシウムが3対2、絶対に覚えてください、この比率。で、たまにね、この数字がさ、あれどっちが1だっけって忘れちゃう子がいるんだけど、これもし4、1、3、2をちゃんと覚えてくれたら、酸素の方が絶対ちっちゃい方なんだ。4と1、小さい方が酸素、3と2、小さい方が酸素になってるので、そのね、ちっちゃい方が酸素だよって覚えてもらえれば、そこは外さなくなると思う。いいね。だから数字だけがっつり覚えてください。で、ほとんどがこの問題で解けるんだけど、ちょっとね、そのなんだろう、その地域でね、みんなが住んでるところの模試とかさ、受験問題になると、たまにね、この2つの比を合わせた銅とマグネシウムの比が必要な時があります。で、これをコラボさせると銅対な待ってるよ銅対マグネシウムはごめんね8対3になります。これも覚えてください。まあ、理由をね、簡単に言うと、ここのさ、酸素1でこっち2じゃん。だからこっち合わせたいんで、ここ2にするんだよ。そうすると両方2倍しなきゃいけないじゃん、比って。だから8対2になるんだよ。いい？ 8 対2で、2が揃ったから銅が8でマグネシウムが3だから8対3になるんだけどね。まあ、もう覚えてくれれば大丈夫です。で、今やったのは質量の比。いいね。質量の比がこいつらなので、たまに原子の数の比があります。原子ってあれね、あの粒のやつね、ちっちゃい、あの数の比は、これ両方とも絶対に1対1です。いつも銅と酸素もマグネシウムと酸素もね、原子だからね、ここ分子じゃないんで気をつけてな。いいかな。これまず比を覚えてください。で、覚えさせるのにここでは使わないことをね、申し訳なく思いますが、次で使えますのでね、覚えてください。では今から2つのタイプの問題をやります。このこことここで、ほとんどの問題がどっちかに分類されるんだけど、結構ここが頭の中で混ざります、みんなの中で。なので、ちゃんとね、きっちり分けて説明するからさ、ちょっと頭をね、切り替えてください。1回ずついくよ。まず1個目は、1つの金属、まあ、出てくるのはほとんど銅かマグネシウムだからね、今回銅にします、を繰り返し熱するんです。こ
こっちはどうっていうも決めた量ね、こいつを一回熱して冷ます、はいまた熱するよ、はい冷ます、熱するよっていう繰り返し熱する方で、こっちは先に行っちゃうと同じ一つの金属なんだけど質量を変えます。じゃあ銅 0.2 パラパラ燃やし、あ燃やしじゃねえや、熱します、ちょっと量変えてみようぜ、ちょっと量増やします、熱します。確かに繰り返してるんだけど質量を変えてるんだよ、こっちは。こっちは質量変えないんです。同じものをこうやって繰り返し熱するの。いいね、まずそっちからいきます。で、熱するときはですね、こんな感じでプツプツプツっていうね、こういうふうになんか皿みたいなのがあるんだけど、そこにステンレス皿にシューってやって燃やします。いいね。で、大体のグラフがこうなる。回数がね、何回もやっていくとこうなってこうなってこういうカーブになります。で、もしみんながグラフ書けって言われたら、今回ちょっとね、板書できないんで問題作んなかったんだけど、点を書くじゃんか。そしたら、自分の、あの、鉛筆とかシャーペンでカーブしてね。いい？あの、定規でピッ、ピッ、ピッ、ピッって書いちゃダメだよ。カーブでお願いします。ではね、問題いこうか。まずね、金属。これを熱するときは、ほにゃらら熱する。これは、まあね、絵を見たら大体わかるんだけど、薄く広げて、熱してください。おかしい、ごめん広げて熱します。どういうことかっていうと、皿みたいなのがあるんでしょ、そこにね、この粉末を山みたいにこうボコってこう盛らないで、平らにシュッて薄くちゃんと平らにして熱してください。いいね。それはそうしないとちゃんと火が通るところがね多くならないので。で、その質量熱した後に冷まして測るじゃないですか。測ってほにゃららするためにしっかりかき混ぜて、また繰り返し熱します。なぜかき混ぜるか、いいかな、ここも結構大事でちょっとごめんね、これはよいしょ、空気とよく触れるようにするためって書いてください。簡単に言うと、皿があるじゃんか。で、こうやって平らにしてボワーって熱するでしょ。そうするとやっぱり一番下にくっついてるところが先に酸化、あ、くっついてるから上のとこかが酸化していくんだよ、空気に触れてるからね。で、そのまままたやっちゃうとそこばっかりなっちゃうんだよね。下の方が空気、酸素とくっつかなくなっちゃうんで、ちゃんとこうやってかき混ぜて、お前まだ混ざってないじゃない、加工してないじゃんってやつをちゃんと上に持ってくる。で、かき混ぜて空気とよく触れるようにしてください。いいかな。で、加合する酸素の量、つまり、くっついてくる酸素の量だねっていうのはだんだん減ります。なぜならこれね、イメージしてくれると分かると思うんだけど、1回目ってさ、みんなね、まだ銅なんだよ。俺ら全然酸素くっつけますけどみたいな感じなのね、みんな。で、くっつけるじゃん、1回目で。で、そうすると1回目でほとんど、まあ大体のやつがさ、くっついちゃって俺らもう酸素無理っす、もう受け付けないっすってなってくるんだよね。で、2回目やるとまた一部がさ、あ、俺らもう酸素お腹いっぱいっすみたいになって、だんだん酸素を持った後くっついてないやつが減ってしまうんだよ。だから俺ら酸素まだ全然いけますよっていうのやつらが減ってしまうので、だんだん酸素の質量が、ね、くっつくのが減ってしまいます。いいね。で、それを言葉で書くと、まあ、今回銅なんで、よいしょ、加合していないね、まだ酸素大丈夫っすよってやつだね、加合していない銅が減ったからって書いてください。これみんなのテストの問題とかワークの問題がマグネシウムだったら、ここが加合してないマグネシウムが減ったからって書けば大丈夫です。同じだからさ、マグネシウムもね。で、左下の表をね、これを見ると何回目で全ての銅が反応したのが分かります。これは先に書こうか。これ3回目です。なぜかっていうと、3回目のここ、こっからもうずっと平らなんだよ。平ら、つまり量が増えてない。なので、あ、もうみんな俺ら酸素無理っす、もうくっつかないっすってなってしまったので、ここでお腹いっぱいの状態、つまり全部が反応したのが分かります。いいかな。これが一つの金属
を繰り返し熱していく問題です。いいね。そして次で、最初に言ったようにね、一つの金属を質量を変えます。今回は 0.2 を燃やす。今回は 0.4 にしてみた。ちょっとめっちゃ多くして 2.0 でやってみるみたいな感じで量を変えてみます。そうするとグラフはこんな感じ。違うでしょね。で、これは金属の質量を変えました。 0.2、0.4、0.6 ってね。で、こっちは化合物の質量、つまり銅だったら酸化銅の質量です。できたね。で、ここのグラフ、化合物の質量ね、例えば酸化銅の質量とかなってる時もあれば、化合する酸素の質量って書く時もあります。つまりくっついてくる酸素の質量って時もあるの、このグラフね。でもどっちにしろまっすぐだから、絶対に。いいね。で、金属の質量をこうやって増やします。そうすると化合する、つまりくっついてくる酸素の量っていうのもやっぱり増えます。ごめんね、これ入ってっかな、大丈夫かな。あ、ギリだね。で、なんでかっていうと、もちろん金属の質量が増えればさ、こうやってどんどん酸素来てくださいってやつらが増えるわけじゃんか。だからもちろんくっつけられるね、量も増えるので、やっぱ増える。だからできる化合物、つまり今酸化銅とかね、酸化マグネシウムっていう化合物の量もやっぱり増えます。で、やっぱここのグラフに関してはまっすぐになってるんで、何関係って聞かれたら比例関係だね。まあ、数学っぽい感じで言ってください。いいかな。これがこの一つの金属の質量を変えて熱する方の問題です。で、こうやるとさ、こっちの方が大事な感じするよね、いっぱい書いたから。でもね、よく出てくるのはこっちなんだ、実は。で、次これのね、計算編を取るんだけど、その時はやっぱりこれです。こいつの内容なんです、全部。いいね。一つの金属の質量を変えて、例えば銅が 5.0g あったら酸素はいくつくっつくのとかね、そういうね、質量を変える問題が出てきます。その時にこれをもろに使えますので、ぜひね、覚えてください。では今回は中学校2年生の理科、化合する物質の割合基本編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、先ほどからも言ってるように、次はね、これの計算編お送りします。テストでも受験でも模試でもすごく大事でね、よく出てくるとこなので、もしよかったらそっちも見てみてください。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。